AJCC 出走馬陣営がいつこのレースへの出走を決めたのかを紹介していきます。去年の有馬記念から続いている登録日の一番遅かった馬は馬券にはなれないという法則が先週もその通りになりました。ただその一番遅かった馬と1日差で早かったルックトワイスが2着に来たので、もはや法則というかジンクスって言った方が正しいような気がするんですけれども、まあでもジンクスでも何でも、まあ、とにかく一番遅かった馬は馬券にはなれないということはまあ事実としてあるわけなので、あーこの馬どうしようかな、相手に入れようかなって思ってる一頭をキルドにぜひ使ってほしいなって思います。ではここから紹介していきます。まずはフィエールマン、11月27日ダンビュライト、12月14日ジェネラーレウーノ、11月8日サクラアンプルール、12月27日シャケトラ、11月30日メートルダール、12月21日グレイル、12月26日ステイン・シアトル、12月26日湘南バッハ、12月21日マイネル・フロスト、12月7日マイネル・ミラノ、12月7日アクションスター、12月21日。はい、ということで AJCC 出走馬陣営がいつこのレースへの出走を決めたのかのお話でした。今回サクラアンプルールが一番遅かったということで、まあ、このメンバーでは戦ってきた相手もなかなか上で、しかもそこまで金層大崩れしていないと。で中山校舎ですし、まあ、今回はある程度人気すると思うので、このレースはもしかしたら初めてこの予想ファクターの価値が問われるレースかもしれません。さあではですね、まあ、先週から始めているようにそのレースごとの色っていうのを今回もまた紹介していきたいなと思ってるんですけれど、今回はマイネルの2頭が出てくるじゃないですか。でマイネルが2頭出しするときに構想するかどうかっていうのは、その登録日という観点から判断することができるのかっていう話を、確か中山金杯の予想の時にまたちょっと違った切り口でお話をしたと思います。で今回もこうやって、まあ、出てくるわけですし、まあ、AJCC といえばなんとなくマイネルの馬が結構出てくるなっていうイメージもあったりするわけなので、まあ、今回これについてまた面白いことを見つけましたので紹介しようかなって思ったんですけれど、まあこのマイネルもすごく人気の高い馬だとは思うんですけれど、やっぱ今回はちょっとどうしてもスルーできない人気絶大骨折明けのシャケトラがこの登録日という観点から構想できるかどうかにちょっと時間を割きたいと思います。はい、ですので、まあ、マイネルのお話はまた今度お楽しみにしていただいて、今回はシャケトラが構想できるかどうかっていうのをこの登録日の観点から考えていきたいと思います。でこの骨折明けのシャケトラが走れるのかっていうことなんですけれど、まずシャケトラのここに向かいます報道が出たのって、まあ、さっきお伝えしたように11月30日だったんですね。でところがこの馬は実はこのレースに向かうと決めるまでに3月の日経賞と10月の京都大賞典にも実は出走の表明を出していて、結果それを回避するという過去を踏んでいます。はい、まあ、ちょっとこうネットにもソースがありましたので、まあ、概要欄の方に貼っておこうと思うんですけれど、はい、じゃあ、まあ、登録日というこの切り口らしく、こう一回出走の表明をしといて回避して出てくる馬っていうのは走れるのかどうかっていうのをちょっと考えていきたいなって思ってるんですけれど、で実は過去の馬を見てみると、このシャケトラと結構似た境遇の馬が1頭いまして、まずその馬がどうだったのかっていうところからヒントを得たいなって思うんですけれど、じゃあちょっとまずはその馬を紹介したいと思います。もちろんゴールドアクターです。はい、まずこの馬も、まあ、もちろん同じこの AJCC に出てまして、でシャケトラと同じようにっていうか、まあそれ以上か G1 のレースに出て好成績を収めてきた馬です。で実はこのゴールドアクターもこの AJCC に去年出る前にオールカマーとジャパンカップへの出走表明を実はしていたんですよね。まあ、これもちょっとネットで確認できるネットニュースの記事がありましたので、まあ、概要欄の方で紹介しておきたいなと思うんですけれど、はい、まあ出走の表明をしながらも結果そこへは出ずに AJCC に向かったわけです。
で、これ例えば同じように今年のこの AJCC に出てくるグレイル、このまま確かダービーの後骨折をして、でしていたんですけれど、このまま結局ダービーの後セントライト記念に出ると表明をして、そのまま頓挫なく回避することなく出走したわけなんですよね。で結果が3着と、まあ、もしかしたらその回避せずに出たっていうのが3着という結果につながったんではないかなというふうに思うわけです。はい、まあここしか出るレースが3歳なのでなかったっていうふうな考え方もできるとは思うんですけれど、まあでもその一度出走の表明をしたセントライト記念にちゃんと出て回避せずに出てきたところに、その構想のあのポイントがあったんではないかなっていうふうにまあ考えられるんですよね。なんか陣営の、あ、大丈夫だなっていう思いみたいなのが垣間見れるような感じがするわけです。はい、でそう考えるとこのシャケトラはやっぱりゴールドアクターと同じようにこう回避回避の連続でここに出てくるわけですので、このまあ、ちょっと登録日っていう切り口らしいかもしれないんですけれど、この一回出走の表明をして回避して出てくる馬は良くないっていう予想ファクターが未来に出てくるんではないかというところで、僕はちょっと今回はシャケトラはそういう観点から思い切って切ってみようかななんて思っております。はい、でちょっとこの登録日というシリーズとはまた少し離れてしまうかもしれないんですけれど、一応新聞記事というつながりでこの話もしておきたいなと思ってるんですけれど、結果大敗してしまったゴールドアクターは新聞の記事に復帰初戦も好気配とか一番時を記録みたいなことが見出しとして掲載されていたんですよね。でこれって結構騙されるというか、なんか踊らされません？僕なんかすごく踊らされちゃうんですけど、こういうのに。まあ結果3番人気まで押し上げられていたので、まあ見ている方の中でも買ってしまった人がいると思うんですけれど、まあでも結果最下位だったわけじゃないですか。しかもなんだっけ？あ、そっか。AJCC って、豊さんとの新コンビになったわけなんですよね。ですので、あ、豊さんと新コンビ、これで復活なるかみたいなことも新聞記事でバンバン掲載されていて、いや、これはもしかしたらここで復活するんじゃないのかみたいなことで、ファンの声も結構ね、希望に満ちていたわけなんですよね。で、これって、本当にザ心理学っていうな感じで、実際にこうメディアからの心理学って言って社会心理学的な領域の一つなんですけれど、新聞記事に書いてあることと実際の結果の関連性だったりとか、それによって生み出されるオッズへの影響みたいなことをいつかなんかこうシリーズにしていきたいなと思ってるんですよね。これもでもどうなんですかね、なんかこう実際レースが終わってから、うわーちょっとあの新聞記事に踊らされてたわとかっていう反省とかってなかなかしないじゃないですか。だからなんかそういった反省とかもできるようなシリーズにしたいなって思ってるんですけれど、まあ、ちょっとそれ考えておこうかな。はい、でちなみにシャケトラは最終追い切りの記事はまだ出てないんですけれど、一周前だと軽快な動きとか鋭い切れ味、シャープな動きと評する記事が多かったように思います。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。